はい、落ち込んでるおまちゃんの顔です。え、ちょっと待って、落ち込んでるよりもお前あれやんか、眠たそうな顔してるやんか。おまちゃん全然反省してねえやんか。おいおい、どういうこと、ここでなんで寝てんの、ここで、あっちでなんで出えへんの。ねえおまちゃん、おいおいおい、これから買い物に行ってきます。それは何かというと、布団買います。布団もう乾かないから。え、うん、ねえこいつ布団におしっこしました。ちょっとこれをこのおむつ外した隙におしっこしやがって、あれちょっとお部屋移します。じゃーん、もうあれもめんどくさいから、あれおしっこかけた布団を丸のまま笑いません。これこの顔、まあ、現在18時過ぎ、寝てるやんか。まあまあ今ちょっと出て行ってるから、まあまあ帰ってきたらニトリ行くから。あ、何よね、なんやねん、あんた一人でおれよ、ニトリ行ってくるからね。ニトリかホームセンターかどっちか行って、もう敷布団買ってきて、んでもうここで寝るのやめるわ。もうあんた一人でサークルの中で寝るか、サークル、あとサークルの中に入っとく。反省してんの、なんか怒られてるやろ、今さっきすごい怒られたからちょっとなんかへこんでるんやろねえ、うーん、あれやね、やっぱりあのおむつしてるからトイレトレーニングができへんのよな、そういうことやね。でトイレトレーニングやろう思っておむつを外したら、あれどこでおしっこするか分からへんからできへんもん。これ悪循環やけど、これ食べとって。はい、これ、あんまり怒った。今さっきすごく怒りました。ね。ごめんなさいね。あんまりちょっと怒りすぎたな、おまちゃん。はい。これ。そうか、おまちゃん。ちょっとね、落ち込んでるね。落ち込んでる時のバグはこんなになりますって。あかんで、おまちゃん、もう。また出費やんか、おまちゃん。ねえ。すごいんだよ、本当に。もう、もう、はい、もうここで寝てね、今日ここで寝や。
これママ今から帰ってきますっていう電話ちゃうか。はい、おしまい。ちょっとあれ切れてん。もしもし、もしもし、あら、切れた切れた。切れました。あの、切っても早い。じゃあ、今帰ってくるいう電話やから、これからニトリに行ってくるからね。ニト、うん、ニトリに行くと思う。あ、ニトリかホームセンターね。これはニトリの宣伝ではありません。いくか。おまちゃん、おまちゃん来た、来たの、来たねえ。これにおしっこしたらもう本当サークル入れるよ、ゲージに入れるからね、おまちゃん。ねえ、ねえ、ゲージで寝るようになるよ、おまちゃん。ねえ、泣いてんの、泣いて、泣いてるの。ねえ、ゲージに入れるよ、これにおしっこしたら。じゃあ、はい、仲直りのお手してて。はい、仲直りのお手。はい。そういうことね、おまちゃん。ね。